眼科医の平松です。今日はぶどう膜炎の方がいろいろ経験シェアいただいたので、まあ、それを皆さんにシェアしながら私も解説を加えていこうかなと思います。平松先生、こんばんは。最初、視界に霧がかかってぶどう膜炎と診断され、様々な検査しましたが原因不明。半年ぐらいで眼圧が40近くまで上がってきたんで、両目トラベクレクトミー。そうですね。だから、まあ、結構両目になっちゃって、この方は結構大変ですね。それ以降も毒圧力内障として眼圧はたまに上がりますが、視界に霧がかかったような症状はなくなり、ぶどう膜炎とは言われなくなりました。多少炎症はあるみたいです。主要な症例とは違いますが、コメントさせていただきます。抗酸炎があってあったから、やっぱぶどう膜炎はぶどう膜炎だと思うんですよね。ただ、レクトミーしてあるから炎症が起きても眼圧が上がりにくいって人はやっぱいるわけですね。トラベクレクトミーっていうのは目に穴を開けてあるので、ぶどう膜炎をレクトミーで落ち着いちゃった人の場合、結構落ち着かなくてチューブシャントになる人もいるんですけど、落ち着いちゃった人の場合はもうそれで、眼圧は OK と、あとは炎症だけに頑張りましょうみたいな感じになる方は結構いらっしゃいますね。ステロイド緑内障になっててもレクトミーが効いてると意外と大丈夫ってこともあったりするんですよ。まあダメなこともあるんだけど、まあなので炎症にこう舵を切りやすいっていうところはあるかなと思います。まあ、こんな感じで皆さんの経験を一緒にシェアしていければと思うんで、まあ、今後ともよろしくお願いします。